は今まで、ついペミ関係の動画を、何度か投稿していた。しかしレイヤは知らなかった。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。ということを、レイヤはついペミたちの、狂気じみた頭のおかしいツイートを読みすぎて、ついに頭がおかしくなってしまったのだ。いや、お前の頭がおかしいのは元からだろ。ついペミのせいにしてんじゃねえよ。そしてレイヤはついに、ついペミたちに洗脳され、本物のついペミになってしまったのである。こんは、ふぅ。どうも、ついペミとかしたレイヤです。どうも、ガチレスの小林です。やつ。これから私はついペミとして生きていくので、女性の権利は主張しますが、男の権利は一切認めませんので、そこんところよろしく。いや、何言ってんだ。お前男の子だろ。男の子のくせに、女のふりしてんじゃねえよ。え、何言ってるんですか小林。私は女の子ですよ。嘘つくんじゃねえぞオラー。お前が生えてないと、視聴者から苦情が来るんだよ。それはすげえ変態ですね。でも私一応、性別が可変という設定なので、生やしたり、生やさなかったりできるんですよ。ちょっと何言ってるかわからない。いいから生やせよオラー。嫌です。だって女性じゃないと、権利を享受できないじゃないですか。いや別にそんなことねえよ。ついペミにかぶれてんじゃねえ。YouTube の収益って、なんか不公平ですよね。女性差別的ではありませんか。あん、何がだよ。女性と男性の広告単価が同じなのは、納得できません。女性 YouTuber の権利拡大のために、補助金を導入して、女性 YouTuber の広告単価を上げるべきだと思います。まっ先に思いつくのが、それかよ。最近まで収益化を止められていましたからね。その分を取り返さないといけません。ついペミとかしている時くらい、金のことを考えるのをやめろよ。つうかもう、なんか働くのめんどくせえな。女性は働かなくて良い社会にしませんか。女性には全員、なんか国がお金を配ってくださいよ。一体何を言っているんだ。そんなアホな発言、ついペミ界隈でもソース感されるわ。普通そう思うじゃないですか。それが必ずしもそうとも限らないのが、この界隈の怖いところです。頭おかしなるで。視聴者兄貴、私今日から、女性 VTuber なので、スパチャいっぱいください。いい加減にせえ。ちなみに、スパチャなら私も欲しいぜ。お前も欲しいんかい。おい、なんかいつもとあんま、変わってねえじゃねえか。それよりレイヤ、私実は少量頃なんだ。え、なんだって、なんちょう。いや、だから私、少量頃だから、突然だがついペミという言葉の、少量権は私が取らせてもらった。今後利用させて欲しければ、年間10万円税別の使用料を私に支払うことだな。小林、お前まだユズはネタ引っ張ってんのか。もうユズ派は完全にオワコンになったんだよ。もうそのネタはいいんだよ。うるせえ、どうでもいいから税込み11万払えよら。え、何を言っているんですか。私は別についペミじゃないので、払う義務はありませんよそんなもん。嘘つけ、頭の上についペミって書いてあるじゃないか。とぼけても無駄だぞ。え、これが見えてるんですか。見えてはいけないものが見えてますよそれ。こんなギャルに11万も払うの嫌だな。せや、ついペミやめたら払わんでいいやろ。というわけで、お金がもったいないので、ついペミやめます。お前、金のために自分の心情を捨てるとか、恥ずかしくないのか。少量頃にだけは言われたくない。じゃあ私帰りますね。バイチャー。ちょ、待てよ。何ですか、早くしてくださいよ。時間がないんですよ。お前今、女なんだよな。そうですけど、それがどうかしましたか。私がガチレスだってこと、忘れたわけじゃないよな。え、それは、困惑。うわー。最後まで見てくれてありがとう。